芸能界をはじめ、YouTube や SNS 界隈で注目される年のサカップル。そんな中、33歳サカップルとして自然体な日常を発信し、着実にチャンネル登録者数を増やしているのが、ななこさん、57歳、と歩夢さん、24歳の33歳サカップル、ななこ、チャンネルだ。二人はどこに惹かれ合い恋愛関係に発展したのか、 迷いや不安、周りの反応は。気になるあれこれを赤裸々に語ってもらった。33歳差。そんな歳の差ある。57歳彼女と24歳彼氏のリアル。なんか意外と可愛い,いぞ。遠距離恋愛中の33歳差カップル。24歳からのアプローチに、混乱の極み。2023年11月から、YouTube での動画配信をスタートさせた。33歳差カップル。7個、チャンネル。 遠距離恋愛中の七子さん、57歳、と歩夢さん、24歳、のデートの様子や、視聴者の質問をもとに語り合う動画は、ほっこりして癒される。同じようなカップルさんを拝見すると嬉しい。七子さんのように私も目いっぱい今を楽しみますと、多くの人を勇気づけているようだ。二人が出会ったのは、約1年前。共通の知人を介しての集まりでのことだった。 同じ四国出身で、お互い自然が好きだったことから話が弾んで行き統合。次回は二人きりで出かけることを約束したが、この時点で歩さんは一目惚れだった様子。細かいことは忘れてしまったんですけどと照れながらも、最初から言ってやるぞ。という気持ちだったような気がしますと振り返る。その一方で、アプローチを受けた七子さんは、頭の中が混乱。 のきは身だったようだ。あゆむさんから、次は二人でと誘いを受けたときはどんな気持ちでしたか。七子、振り返ってみれば、私も彼に惹かれるものがあったんだと思います。ただ当時はそういう気持ちよりも、歳の差とか色々な迷いが頭に浮かんで、とにかく自分の気持ちにストッパーをかけていました。ストッパーが外れたのは、七子、最初のデートのときに、 ずっと一緒にい,いようと彼は言ってくれて、その後も会うたびに、こんな僕でも付き合ってもらえますか。と何度も言われました。けれど、私はやっぱり踏み込めないものがあって、かわして、かわしてという状態がしばらく続いていました。でも、会うほどにお互いの気持ちがどんどん寄り添っていって、迷いや不安について自分に何度も何度も問いかけて彼にもそのことを正直に伝えました。 何時間もかけて話し合っていくうちに、いつの間にか付き合っていたという感じです。間が好きになって、年上の女性ならではのおおらかさや優しさに惹かれるようになり、大学時代には教授に恋をしたりしていました。また、パートナーとは今の流行の話よりも、自分が好きな昭和の映画やドラマ、演歌の話がしたいという思いもあって、年上がいいなと思うようになっていました。 歩さんの周囲の反応は、歩む、職場の人に行った時は、はめはすごく驚かれました。でも日が経つにつれて、みんな慣れてきたみたいです、笑 YouTube も見てくれているようで、幸せそうでいいね、と言ってくれるようになりました。でも、両親にはまだ話していないです。七子、彼のご両親については、私が最も悩んだことの一つでした。 ご両親に申し訳ないんじゃないかという気持ちが強くて彼とも随分話し合いました。やはり33歳という年齢差が与える衝撃は大きいので、伝えるタイミングは本当に重要。だからこそ、まずはきちんと自分たちで絆を築いていこうと彼と決めました。まだ付き合って1年なので、二人でこれからしっかりと向き合っていくべき問題だと考えています。 現在は兵庫と徳島で遠距離で恋愛中ですが、会う頻度は、7個、月2回くらいでしょうか。今の若い人なら、毎日、何時間も電話や LINE で話して、ってことが普通だと思うんですけど彼は豆ではないし、そういうことがあまり好きではないので、わら。LINE でのメッセージくらいです。歩む、同じ世代だと、一日何度も連絡してほしいとか、一緒にいたいと言われると思うんです。 でも僕は一人っ子だったせいか、一人でいる時間がすごくいいなと思って育ってきたので、何も言わずにそっと一人にさせてくれる年上の存在はありがたいですし、自分に合うなって思います。七子さんは歩さんと付き合って、良かったと思うことは、七子、やはり若さゆえのパワーをいただけることはありがたいです。ただ、普段は対等でも、 たまに人生経験を積んだ私と同じ感覚を求めてしまっているのではないかと、申し訳なく思うことがあります。でも彼は私が24歳の時よりもはるかに大人で、人柄や考え方には本当に惹かれています。もちろん若さゆえの頼りなさもありますが、私が落ち込んだり泣き言を言ったりした時も、ドンと構えて大きな心で受け止めてくれる。そこもとても好きだし、頼りにもしています。 歩む、自分は24歳で、もう立派な大人ですから。もちろんまだまだ経験値がないので、自分の知らないことを七子さんが教えてくれるのは本当にありがたいと思っています。33歳の差がなんぼのもんじゃいって思っていますね。文川上つ子。